とうございます。それではただいまより定例の記者会見を行います。冒頭石井幹事長より発言がございます。新型コロナ接触確認アプリココアの不具合について一言申し上げます。今般アプリ利用者のうち約3割に当たる方が4ヶ月もの間機能が使えない状態になっていたことが判明いたしました。大変遺憾と言わざるを得ません。新型コロナの問題は国民の重大な関心事であり、厚労省には緊張感を持っていただきたいと思います。アプリの主目的は感染者との接触を通知することにより早期の検査受診を促し感染拡大を防止するものであり、きちんと作動していることが前提であります。厚労省は早急に開始を進めていただきたいと思います。さらにですね、このココアにつきましては利用者がさらに増えるようにコンテンツを充実させるべきだと考えております。例えば感染者の体験談、感染した場合の問い合わせ先などを盛り込んではどうかというふうに思っております。党の対策本部で今後議論していきたいと思います。私からは以上であります。それでは質問のある方は挙手の上、社名、氏名を述べてお願いします。読売新聞の土井と申します。冒頭のココアの不具合の関係で伺います。野党の中ではですね、今回 の、 その不具合を受けてやはり長期間放置されていた責任は重いということで一定の処分をですね求める声もあるんですけれども、そういった何かこう厳しい対応が必要なのかって考えていらっしゃるのか見解をお願いします。まあ、処分というよりもですね、しっかりと早く回収してですね、皆さんに利用していただくということではないかと思います。すみません、関連してもう1点伺います。今回担当しているのは厚労省ということなんですが、改めてデジタル庁というものが創設されてですね、そういったデジタル分野に対して政府も力を入れていく方針だと思うんですけれども、こういった政策について厚労省がやるべきと考えるのか、やはりデジタル庁のような特化したところが専門にやるべきと考えるのか、そこら辺の見解はいかがでしょうか。今後デジタル庁が設置されてからの議論になると思いますけれども、デジタル庁はデジタル化に対するですね、総合的な司令塔でありますけれども、個々の行政に関わる問題についてはそれぞれの役所が担うという役割分担ということもあり得ると思いますので、それは今後よく検討していただきたいと思います。すみません、 NHK 山田と申します。お願いします。今日の閣議で、2割負担の後期高齢者の、法案が閣議決定されました。この法案をめぐってはですね、12月に、自公で何回か、度重なる協議もありましたが、改めて閣議決定を受けて受け止めお願いします。はい。75歳以上の後期高齢者の医療費については、半分が公費、残りの4割が現役世代の負担で、1割が後期高齢者本人の負担という中にあってですね、今後ますます後期高齢者が増える中にあって、現役世代のやはり負担をですね、の増加を抑えるべきではないかということが議論の出発点であると思います。で、当初はですね、現役世代の負担軽減の観点からの議論が先行していたと思いますけれども、公明党としてはですね、後期高齢者の方々の所得の状況あるいは生活状況、またやはりどうしても高齢者になると診療所病院等にかかる機会も多くなってくる、そういった実態も踏まえた観点も必要ではないかという議論をいたしまして、最終的にその両方のバランスを取った形での決着となったというふうに思っております。また2022年度の後半からですね、年収200万円以上は2割になりますけれども、窓口負担が2割になりますが、激変緩和を求めた公明党の要請もあり、施行後3年間はですね、負担の増加額は1ヶ月最大3000に抑えることもできたところでございます。2022年からいわゆる団塊の世代が順次後期高齢者
75歳以上になってまいりますので、まあ、今後人口減少、少子高齢化がさらに進む中でですね、全世代型社会保障の構築は待ったなしの課題でございますので、引き続き全力で取り組んでいきたいと思っております。毎日新聞の木下です。総務省の事務方ナンバー2の総務審議官ら幹部4人が、東北新社の幹部とともに無届けの会食をしていた問題を発覚しました。でこの会食には菅総理のご長男も同席されたということですが、これに対するコメントの受け止めをお願いいたします。はい、昨日の衆議院の予算委員会においてですね、総務省の秋元情報流通行政局長が会食費や交通費の提供を受けたと認めた上でですね、所管行政に関わる企業の関係者が参加していたと分かり、事後に返金したと説明をされたと承知をしております。現在総務省において調査に当たっているというふうに承知をしております。まずは徹底的に調査をしていただき、まずは事実関係を明らかにした上でですね、国民の行政に対する信頼を損なわないようにですね、厳正に対処していただきたいと思います。朝日新聞の太田です。東京オリバランス審議委員会の森喜朗会長の発言についてお伺いします。昨日一連 の発言について撤回謝罪をされましたけれども、まずこ の発言についての受け止めをお聞かせください。はい、森会長の発言は極めて不適切な発言であり、遺憾であります。男女共同参画を目指す社会の潮流と逆行しておりますし、さまざまな差異を乗り越えて世界を協調連帯に導こうというオリンピックの精神からも逸脱していると思います。ご本人も謝罪をされですね、発言を撤回されたと承知をしておりますけれども、言葉通りですね、猛省をしていただきたいというふうに思います。またこのことがですね、大会開催に影響を及ぼさないように努めていただきたいと思います。重ねてお伺いしますが、昨日の会見ではですね、女性の話を、最近聞かないのであまりわからないとかですね、女性が多いと時間が長くなるという発言を誤解と表現したことについて、私は団体の皆さんとも親しくしていると、でそういうふうに聞いておるんですというような発言もされています。問題の本質を理解してないように取れる発言でもありまして、会見後には逆ギレとか、そういうさらなる批判も出ています。まず幹事長、昨日の会見はご覧になりましたでしょうか。いや、私は見ておりません。報道で知って、それでご存知だと思うんですけれども、一連 の会見の対応はどのようにご覧になりますでしょうか。まず大前提として、反省をし謝罪をし撤回をされたということだと思いますので、その趣旨はね、ちゃんと徹底していただきたいと思います。その上で組織委員会の会長自体は続けるべきだというふうにお考えになりますでしょうか。総理までお勤めになった方でありますから、ご自身の出所進退はご自身で判断されるというふうに思います。新聞のさほりです。先ほど の総務省 の無届け会食の件でお伺いします。昨日の予算委員会では総理がこの件に関して、一民間人に関す総理の長男に関して一民間人に関するものでプライバシーに関わることであり、このような場でお答えすべきことではないと答弁されていますが、こうした総理の答弁についての評価をお願いいたします。総理自身もですね、この事案については全く知らないということで、直接的には関与はないというふうにおっしゃっています。あくまでも息子さんの事案だということでありますので、それは会社の所属している会社の方でも調査をしているようですから、まずはしっかりと事実関係を明らかにしていただきたいと思っています。
少し重ねてお伺いします。この件でもそうですし、コロナ対応をめぐってもそうですけれども、予算委では総理は答弁は終始防戦に回っているとの見方もあると思うんですけれども、こうした状況についてどう見ているかということ と、 総理の答弁にどういう姿勢を求めるかということ2点お願いします。私も大臣を経験いたしましたが、国会質疑というのは大臣は質問を受けて答弁する、自分でなんかリーダーシップを取って発言をするということではありませんから、どうしても受け身といいますかね、そういう形になってしまうというのは、これはもう国会の形から、答弁の形からしてですね、質疑の形からしてやむを得ないかなというふうに思いますが、はい。共同通信の中西です。千葉県知事選について伺います。告示まで1ヶ月を切りました。自民党は県議の方に推薦を出しましたけど、自民公明の議員の一部には別の候補を支援する動きもあります。公明党としての推薦予定など千葉県知事選にどう関わる予定か現状をお聞かせください。はい、これはですね、原則地元の千葉県本部で検討するということになるかと思いますけれども、まだ何かの方針が決まったという報告は受けておりません。読売新聞の土井と申します。緊急事態宣言のですね、解除のあり方について伺います。13日には改正特措法が施行する見込みですけれども、新たに創設されるまん延防止等重点措置という対応をですね、その宣言解除した地域の移行期間として、今後積極的に適用すべきと考えていらっしゃるのかという、その見解をお願いします。適用すべきかどうかというよりもですね、まずそのまん延防止等重点措置は政令で要件が定められておりますから、国会の答弁ではステージ3相当という答弁があったと思いますけれども、今回の緊急事態宣言でですね、今の状況がどこまで感染状況あるいは医療の逼迫状況が改善するのか、もうステージ2に行くような見通しが立っていれば、あえてそのまん延防止等重点措置をやらなくてもね、いいという判断もあると思いますし、場合によっては一旦その緊急事態措置からまん延防止等重点措置に移行するという、そういう段階を踏むという可能性もね、それは否定はされないと思いますので、その時の感染状況と医療の逼迫状況等を見ながら判断をしていくということではないかと思います。中国新聞の桑原です。よろしくお願いします。先日河合案里議員が辞職されまして、これに伴って参院広島選挙区で再選挙となります。この場合の公明党としてのスタンスと、あと広島3区のように独自候補を出すというようなご予定はあるのかどうか教えてください。はい、参院広島選挙区でですね、公明党が候補を出す予定はございません。これからどういう対応をしていくのか、与党の中でも協議が行われていくというふうに思います。総裁いかがでしょうか。よろしいですか。それでは以上で終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。